ーズのプロです。よろしくお願いいたします。今回は、駿河屋さんの30点入りノンジャンル、女性向けグッズしか入ってないっていうやつを買ってみました。でも、ノンジャンルって書いてあったから、まあ私が好きなね、ツイステだったり、ジャンプ作品だったり、入ってるとは限らない。ノンジャンルの意味、よくわかんないしね。前は、モルカーとか入ってた。ゼノン的には、モルカーとかどんな感じの入ってそう？モルカー？でも女性向けで嬉しいのが、お邪魔女ドレミとか。あー、確かに。女児アニメだよね。女児アニメでもさ、プリキュアとかアイカツはさ、大きいお友達も好きなイメージはあるけど、明日のナージャとか、ハードキャプターとか、あそこら辺は本当に女の子が好きなイメージ。じゃあそんなゼノンの思い出をくすぐれるもの入っているのでしょうかと。なるほど。お？ねじれてそう。リズム。ねじれてもいます。リズムねじれてるの？ねじれてもいます。これね、世間一般的に見てもかなり当たりな。まず一つ目。A3 のおまんじゅうのやつ。このおまんじゅうのやつない作品見たことない。確かに。なんかミューズのグッズが久々に出たよみたいな時も、おまんじゅうから始まったもん。そうね。このおまんじゅうがなんと進化しました。それがこちらくんやめ。ピヨン。なんと耳と尻尾が生えちゃった。こちらはアイナナのキャラクターのグッズみたいです。もう有名。まあ強いて酷評するなら中古の布怖くね。まあまあまあ。でもね、私思ったの。私さ、ぬいぐるみとか結構洗濯機そのまま入れるんだけどさ、めっちゃ綺麗になるよ。だから多分大丈夫。じゃあ実質新品ね。こちら頭ガッパーポーチ。ちょっとあ怖でて。続いてね、あとゼノンの知ってる作品しかない。ねじれとるやん、それは。まずはこちら。おー、イチロー兄さん。あ、いいね。ちっちゃいね。かわいい。かわいい。ほんで待って。こちら。あー、なんか顔。ラムダさん。そしてなんかここに。ラスカルだ。猫耳つけて。あ、ラスカルだ。ラスカルのやつだ。なんかでもちょっとさ、こう見たらさ、こっちの方がクオリティ高いけどね。デフォルメいいよね、そっちも。続いて、ねじれます。わー、こちら。かわいい。なんかさ、ちいかわ見ない？あ、わかる。で、続いて、こちら！ねじれます。あれ？サバナクロウ、サバナクロウ、領長待ちです、今。ときたら、領長の彼！サバナと正反対の男やん、それ。ビル様のこれ初めて見たけどさ、服なんか豪華なんだよね。クオリティすごいね。ジャムプロらしいラインナップ。すごい、サバナ2人とビル様はよく見る光景。いいよ。終わりません。なんとゼノンの推しです。誰だと思いますか？いっぱいいるけど、でもここで入ってるなら、多分ツイステが分かんない人でも楽しめるようになってると思うから、まあドラコニアじゃない？正解！ガチでマニャララホニャコリラ。かわいい。もう9個だ。もう9個？でも、これね、ゼノン好きそうなのが、小袋いっぱい入ってますよ。お？ここで広告が入ります。この段ボール、段ボールワンさんの提供でございます。続いて、小物系。これもね、めっちゃ小物たくさん入ってた。僕はわかんない。でも、ゼノンは一応女性だから、女性向け雑貨の中にあるものはわかるかもしんないな。まあ、詳しくないよ。こちら、恋を歌う死神、バースデーソング。なんかさ、素敵じゃない？そのグッズ。いや、そうなんすよ。ツイステとかでもね、全然出せそうなデザイン。おしゃれな感じの。いいね。これは実用性。20丸。はい。コードリアライズ。っていう作品の鏡ですね。これさ、もしかしてさ、絵がさ、オトメイト、なんかあるんだよね。夢小説サイトで人気の作品。これはね、僕もなんか聞いたことある気がする。しかも、コラボ商品。へぇー。スタミュっていう作品と、カラオケ招き猫のコラボデカ缶バッジ。めっちゃでっかくない？缶バッジ。いいねー。てか限定品いいじゃん。なぁ。しかもめっちゃ扱いが丁寧。これファンの人嬉しいと思う。女性向けだからやっぱさ、たくさん集めて、板場とか作るように考えられてるから、直接入れ込まれるみたいなことって多分なかなかしないのかな。そうだね。じゃあ続いて、みんな知ってる。お？っていう作品しかない。おぉ！マジでね、当たりだと思う、これ。ほんと？まずは、こちら。いや、わからな、それで。アイドリッシュセブンのシュシュ。そして、その、アイドリッシュセブンの缶バッジとすみっこ暮らしのコラボ商品。かわいい。めっちゃかわいいよね。かわいいんですけど。それが、お二つ。かわいい。なんかこの子タイプ臭いな。かわいい。めっちゃかわいいよね。そして、アイナナファン必見。はい。こちら。クッションカバー。私I7気になってんだよね、軽率に。しかもなんかさ、コンビニでもらえるとかさ、めっちゃガチャガチャで余ってるみたいなんじゃなくてさ、結構限定品だったりさ、希少価値高そうじゃない？いや、そうなんよ。この種子もなんかアイドリッシュセブンテンとかの商品だし。すごい。マジでI7知らないけど、この2つ超可愛いもんね。デザイン20丸。続いてA3。まずは紹介し忘れてたぬいで、続いて、うわかっこいい。これもローソンコラボの商品みたいです。綺麗だね。可愛くない？クリアビジュアルポスター。なんか影の子ポタちゃん好きそうなんですけど。は？お前人の趣味勝手に好きそうとか言うな。分かっとるでしょ。今流行りのロゼットですね。缶バッジ付き。ロゼッタだと思ってた。ロゼットらしいです。これ絶対欲しい人いるでしょ。公式だもんね、だって。いいな。出してよ追跡。同じばっかり、同じビジュアルアートばっかりしとらんと。ちょっといかつくなりそう。では続いて、最近の福袋でたくさん入ってた歌。まずはコメントでご指摘があったんだけども、主人公ではないらしいです。そうなんだ。みんな主人公みたいな感じ。そっか。音谷くんのイヤホンジャック可愛くない？ね、ちゃんとなんかチャームとして使えそうなデザイン。しかも結構年季入ってるけど、この子は名前覚えてますか？らんまるくん。正解。らんまるくんのポーチ、なんじゃタウンとのコラボクロス。おいはいはい、おいおい、らんまるくんじゃん。可愛くない？らんまるくん。うわー、軽率に好きになりそう。でもまだ見てないから、そんな推しとか、私そんな、見てもない知らない作品に対して推しとか言うのは、そんな失礼なこと私はできませんよ。だるい。でもかっこいいとは思いますよ。そう。そしてこちら、でかい缶バッジ。なんかさ、この絵柄見たことあるぞ。ほら、ほら、アットゲームズって書いてあるもん。確かにデザインがちょっと昔のアバターゲーム、モバゲーとか書いてある。アットゲームズは2020年12月1日にサービス終了しました。14年の間にご利用いただきましたすべてのお客様へ感謝の気持ちを込めてありがとうございました。歴史長い作品じゃん。なんかミューズって考えちゃうよね。わかります、この気持ち。僕らもよくわかります。続いて、ヒプノシスマイク。全然ピンと合うけど。マジ？嫌われてない？一番一郎一五一恵さん。名前長っ。かっこいいね、やっぱ。デザインいいね、缶バッジ。で、続いてそんな、長男。いいね。かっこいい。すごい、長男だらけじゃん。続いて、なんかこれ、ヒプマイっぽくていい。おー！ CD 型のアクリルの何か。コースターかな？コースターなのかな？うん。ラスト一作品。まあ、ねじれるでしょ。ちょっとジャンプ期待してた節はあった。けど、まあでもこのラインナップみたいな。ねじれません！ねじれません。こうもねじれません。こっちだってやばい。呼吸もしません。必殺技ない？ありません。運命じゃん、だってそれは。結婚しよっと今日こそ幸せになれる。こちら髪の毛。髪の毛ねじれてる。天パで白色。はい、まあ何色かってちょっと表現しにくい色なんですが、いきます。こちら天パではなくない？天パじゃない、これ。天パではないでしょ。天パではない。短パでしょ。短パ、というわけで通り目です。すごっ、通り目入ってるの。ちゃんと押さえてきてます。しかもキャララインナップバグってる。ほんと？ちふゆ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 ちふバチ。いいよ、アクリルフィギュア。マジで？これやってない？これ結構やばいと思う。何これ、店員じゃん。そう、なんかのコラボかな。すごくない？めっちゃいいじゃん。超いいくない？軽率に好きになりかけた男バジ。それ。まあでもやっぱ通り目人気だから、ラスト一つ。まだあるの？まだあるの。すごくない？前通り目の福袋出した時コメントであったんが、マイキーよりもちふゆの方がレート高いよ、めちゃくちゃ言われたん。おかしいよって言われた、ね、どっちか入ってます。マイキーかちふゆです。どっちだと思う？ちふゆ。ちふゆ。バジさん入ってるならちふゆ入っててほしくない？だよね。そんなラスト一つ、こちら。ちふゆの缶バッジ。これやばない？思わず片手上がってるんですけど。以上、ノンジャンル女性向け雑貨30点でした。待って待って、だってみんなおかしいと思わない？こんだけさ、乙女向け作品ですよみたいな中に通り部入ってんだよ。そう。やばすぎるでしょ。マジでおめでとうございます。嬉しい。これはね、マジで当たりの福袋買ったと思うわ。これはね、マジでバレてないけど、みんなこの動画拡散してほしい。そう、間違いない。マジで得だわ。いやーよかった。超楽しかった。これ過去一のいい引きかもしれない。私1年後には結構知れてるぐらいにはなってたよ。ああ、そうだね。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画見て少しでも羨ましいと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄にこちらのリンクも貼っておくのと、前方のバイデーティーぜひとも聞いてほしいのと、各社 SNS フォローしてください。過去の自分を